暗い暗い暗いというのはまた出ましたね。気持ちや動作のあれ、赤ペンだやり直し青で書きましょう。気持ちや動作の程度を表します。程度ねですから、はい、暗いというこの漢字はこの漢字、この漢字、これが程度程度を表しています。オッケーですか？ はい、じゃあ作り方あ、ちょっと待って、ごめんごめんこのほどこれも同じ意味ですよほども同じ意味ねほどはこの感じですよねさっきもやりましたねほど、くらい同じ意味ですで、じゃあどうやって使い分けるんですかくらいは話し言葉軽い言葉ねで、ほどというのは どちらかというと書き言葉書き言葉ですそしてちょっと硬い正式な感じの言い方ですいいですか話すときはくらいでオッケー。はいじゃあ作り方いきます動詞の普通形くらいとかいい形容詞くらいこれが一般的な使い方です一般的にはこんな感じだから 例えば何々くらいというふうにやりますよ例えばなんだろうな行くくらいとか食べないくらいくらいなどなど普通形の動詞にくらいとつけますあとはい形容詞これはね 一番よく使うのは一番よく使うのは何々たいくらいこういう使い方です。つまりここで出てくるんですけれども、えー、っと何かなえー、っと行きたい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 くらい行きたいくらいもう本当に行きたいそのぐらいの程度という言い方なんですね。 あとは泣きたいくらいとか、例文で出てきますから、その時にまた練習しますよ。練習ね、例文見てください。海外旅行で財布を落とし。泣きたいくらいだったが。幸い、見つかって、ほっとした。海外旅行で。財布を落として。で、泣きたいくらい。 だったが幸い見つかってほっとしたはい意味どうですか海外旅行に行きましたそして財布を落としました財布を落としましたどうしようでそんな時の気持ちどんな気持ちですかああどうしようで泣きたいくらいもうそこで涙を流して泣いてしまいそうなそのぐらいのそのぐらいの 程度の気持ちだったんですねそういうぐらいの気持ちだったんですけれどもがというのはこれは逆説ですよねでもですねだったでもでもねでも何ですか幸いよかったラッキー幸運です 幸運という言い方もありますね。で幸い見つかりました。あありましたよ。見つかるありました。見つかってほっとした。ふう、よかった。これがホッとするです。はい、あ、よかった。ほっとするね。はい、オッケーですか。わかりました。ポイントはこの泣きたいくらいですよ。もう泣いてしまうくらい、そのぐらいの程度だったということです。 はい、次2番。この山は子供やお年寄りでも登れるくらい簡単ですから大丈夫ですよ。この山子供やお年寄りでも登れるくらい簡単です。だから大丈夫ですよ。この山この山は子供やお年寄り。 子供おじいちゃんおばあちゃんでも「のぼれます」これ大丈夫ですか「のぼれる」これはもともとは「のぼる」ですね「のぼる」第1グループの動詞です「のぼらない」「のぼります」「のぼる」で「のぼれる」「のぼれる」ですからこれははい「可能け」です「可能形ね だから登れるというのはあ大丈夫。大丈夫？登れます。という意味可能形ね。で、そのぐらいそのぐらいの簡単なものなんですよ。そのぐらい簡単です。ゆるいや山ね。ゆるい山、まあ、こんなんじゃなくてね。こんなんじゃなくてゆるい山ですから。はい、そのぐらい簡単ですから大丈夫ですよ。安心して行ってください。という意味です。ok くらいね。 はい、じゃあ次、三番。相撲取りは。普通の体重計では。測れない。くらい。重いです。相撲取りは。普通の体重計では。測れない。くらい。ここね。重いです。相撲取り、大丈夫ですか。日本のね、相撲取り、お相撲さんです。で。 普通の体重計では普通のね家にあるような普通の体重計では測れないくらい測るというのは分かりますねはい体重をどのぐらいかな5 0キロ6 0キロ7 0キロ測る、ね、でそれ測れない測れないくらいそのぐらいそのぐらい。そのぐらい 重いんですよ。ね。で、ということでここは程度を表しています。重い程度を表しているんですよね。本当に重いんだよという程度を表しています。オッケーですか。くらいの使い方。何かを表現するとき、表現するときに重い。じゃあどのくらい重いの？

那简单到多少程度呢？就是用“くらい”来表示的。那一般来讲，就是动词普通型或一形容词，特别是什么什么“太，就是想要想要怎么样的时候，就比较常用到哦。那些东西比较常用到。那我们看看第一句，就是去国外旅行，然后掉了钱包啊。再来呢？再来就是“泣たいく 掉了钱包这这件事情，让他感到，呃，他的感受到什么程度呢？那就是想要哭，在现场想要哭的程度。可是怎么样？可是幸好找到ホ。ホトシタ，听得懂吗？嗯，就是松一口气的意思。啊，松一口气哈。 好，再来第二句，就是这座山是小孩，然后年长者都可以爬的程度。那怎么样？就是简单嘛，就是简单，简单到什么程度呢？就是小孩、老人都可以爬的程度哦。所以请放心，没有问题哦，是这样的句子。所以一个用法就是，你看。 后面有一个形容词出来，然后形容词这个形容词到什么程度呢？就是接在前面，くらい怎么样？くらい的说法。嘿、hey,，那第三句也是一样的方式，就是相扑选手是怎么样呢？他是怎么样？他是很重的，很重，那重到什么程度呢？什么程度？就是前面，普通の体重計では一般的。 那种体重机没有办法量的程度，OK，所以你看这个也是说明后面形容词的程度，could 常常用在这样的地方哦，形容词前面加的 could。